ロイヤルパープルはカルメットスペシャルティプロダクツパートナーズが展開するアメリカの潤滑油ブランド。化学合成油開発者のジョン・ウィリアムズが1986年に創業したのが始まりである。ロイヤルパープルの名はその製品の色が紫色であることから名付けられた。2004年には製品の容器を紫色にする商標をアメリカにて取得。2012年に カルメットルブリカンチ社に3.35億ドルで取得され同社の一部門となっている。同社の潤滑油製品においては、ブランド名の由来となった紫色の液色の他にも、シナーリックと呼ばれる、同社独自の添加剤の採用を特徴としている。ただし、紫色の液色や、シナーリックは一部採用されていない製品もある。日本では株式会社 T、軽化学開発、 電源開発株式会社、レッドツリー株式会社の3社が正規輸入元となっている。なお、老舗である株式会社 T、経化学開発、電源開発株式会社の2社においては、一般に流通する自動車用潤滑油類の販売業務を、それぞれ有限会社ウィズプロジェクト、株式会社 IATEC に一任している。また、電源開発扱いの工業用潤滑油類も、 同社グループの J パワー、エンテック株式会社に委託されている。ありがとうございます。